ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙空間。おっと、脱獄に暴れたな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙空間に。 脱獄がバレたかな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙空。おっと、脱獄がバレたかな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。 おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙。おっと、脱獄がバレたかな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙空間にご招待ってわけじゃ。 走る地面がない宇宙なんて、まあ、ピラごめんだぜ。おっと、脱獄がバレたかな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は 何にもない宇宙空間にご招待ってわけ。走る地面がない宇宙なんて、まあ、ピラごめんだぜ。はっ！ おっと、脱獄がバレたかな。まあいいさ、こんな窮屈なところ、さっさとおさらばさせてもらうぜ。おっと、ここは地上じゃないぞ。エッグマンに逆らう者は何にもない宇宙空間にご招待ってわけ。走る地面がない宇宙なんて、まあ、ピラごめんだぜ。 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 やっぱり自由に走れるのが一番だな。閉じ込めてくれたエッグマンには後でたっぷり礼をしてやらないとな。はっ！はっ！
俺はゲスエッグに捕まっていたのか。だげ、俺も大概だけど、ゲスエッグ、仕事で復活しやがるよな。逃げろよ、エグマン。こんなところ速攻で脱出してやるぜ。どうするかな。宇宙を泳いでいくわけにもいかないし。そうだ、シャトルをいただくとするか。これを運んだ時のやつがあるはずだ。宇宙船クルーズで極寒ってのも悪くないよな。そんなもんを撃ってきやがったぜ。まあ、当たんなきゃ意味ないからな。よいこう。大丈夫か、立てるか。俺を助けに来たのか。うん、嬉しすぎて言葉も出ないぜ。最近話せる相手がいなかったからな。シーリー、生きてるか。もちろん。俺を誰だと思ってんだ。何言って。エイミー。よかった。喜ぶの待つな、エイミー。どうやって帰るんだ。エッジのど真ん中にいる二人を早く脱出させてやんねえと。お気遣いどうも、ナックルズ。ソニック、お前が生きてたのはここ数ヶ月ぶりのいいニュースだ。で、こっちはいつも通りの悪いニュースだ。グリーンヒルに兵器工場が見つかった。ここからガンガン武器の補給をしてやがる。兵器工場だって。そんな補給拠点を放っておいたら、エクマン軍の本拠地メトロポリスを落とせなくなるぞ。その通りだな。ソニック、帰ってきて早々悪いが、人手が足らねえんだ。ここは任せちまってもいいか。グリーンヒルにある工場をぶっ潰すんだ。新入りを連れてってくれ。はいはい、そいつに任せて大丈夫かよ。この間のデスエッグの戦いじゃ震えてたみてえじゃねえか。宇宙だったから寒かったんだよね。今度は工場だから大丈夫。工場を丸焼けにしちまえばあったかくなるしな。ソニックと一緒なら大丈夫だ。しっかり勉強してこいよ、新入り。エッグマンには半年分の借りがあるからな。それにはちょいと足りないが、肩慣らしにはちょうどいいぜ。工場はピラミッドの中だ。新入りが無理そうなら援護を送るぞ。どうもエイ。俺たち2人だけで十分だぜ。ピンチの時こそ見せ場って言うだろ。こいつだっていいとこ見せてくれるさ。なあ、行こう。さあ、行くぜ。俺たちの力を合わせるんだ。この前に何があったって怖くない。限界の壁を突き抜けて前に進むんだ。ジャス、思った通りだ。俺たちのスピードとコンビネーションは最高だ。入り口を見つけたぜ。そこから工場の中に入れるはずよ。気をつけて。ワクワクするぜ。うわっ、
で兵器を作っているのか。みんなをロボット代わりに働かせやがって。エッグマンを捕まえたらこき使ってやる。ほんと、心配しちゃって損したわ。ミスティックジャングルに正体不明の敵の反応よ。シルバーが戦ってるみたいだけど、とにかく急いで。みんな、やつだ。あいつとの2回戦がもうできるとはついてるな。今行くぜ。なさそうだね。
後悔するなよ。俺は追いつくないからね。想定外だが、ヒーロー気取りの偽善者をいたぶるのも悪くない。貴様らに教えてやろう。弱者に希望などないということ。希望はあるさ、捨てない限り。はっ。捨てたのは命だったな。交代だ、あとは任せろ。どこの死に損ないかと思えば、青い救世主君か。貴様からは匂うぞ、恐怖がな。この俺に破れた記憶が蘇ったか。匂い？気のせいじゃないか。名前も知らないお前のことなんて全く覚えてないぜ。俺の名はインフィニット。会うのはこれが最後になると思うがな。うん、じゃあインフィニット、ついでに教えてくれ。お前の好きな色は？寂しい夜に聴きたい曲は？お前の力の秘密は？なんなら最後のだけでもいいぜ。俺の力の秘密など貴様には関係ない。そりゃ残念だったら力づくで教えてもらうぜ、仮面野郎。うん、面白い、やってみろ。うわっ、おおおおあ、ソニック前から来るぞ。薄汚いドブネズミがまだ駆けずり回っているのか。ハリネズミをご存じないとはね。このトゲで優しく教えてやるぜ。違って成長するんでね。1秒ごとに強くなってるかもな。テラズ口もそこまでだ。すぐに黙らせてやる。貴様の敗北に変わりはない。
予定通りの結果だ。貴様のようなゴミにとどめを刺すまでもない。くそ、やっぱりあいつの力の秘密を突き止めないと。僕はソニックを助けられなかった。ああ、こっちのソニックのことだけどね。ソニックはエッグマンの怪物にやられて、でも今は君がいる。まるで世界がバランスを取るためにソニックを、どんなソニックでも必要として呼び寄せたみたいだよ。エッグマンさえやっつければこの戦争は終わる。そしてエッグマンの力の秘密が分かればきっと君を元の世界に返してあげられるはずなん。あ、この先にエッグマンの反応があるよ。行ってみよう。早くエッグマンを見つけなくっちゃ。反応があったのはこの奥かな。ここはまだ被害がそれほどでもないけど、敵がいるのは確かなんだ。用心するに越したことはないよ、ソニック。エッグマン軍め、爆弾のバリアシールかよ。対空砲弾ならまるで防ぎきれないわ。どこもかしくも大勝ちだ。ライトアップにしちゃ守備が悪すぎだぜ。
試作型ファントムルビーの廃棄は完了です、ドクター。こいつは最初に起動させたものしか使えん欠陥品じゃからな。ええ、俺並みの精神力がなければその起動もできません。ミスティックジャングルの研究所も閉鎖したし、これで。そうじゃ貴様、あそこで逃げ出したソニックに会ったそうじゃな。はい、だが俺の前ではただのゴミ、気にする必要もありません。見逃したのか貴様、ゴミと危険物の区別もつかんのか。これは失礼、ソニックに負け続けたドクターとは違い、俺は勝ったことしかないので。ファントムルビー試作型、ソニックは生きてるって。どうした。何も、計画は予定通りに。無論じゃ、時来たればレジスタンスどもは消滅し、世界は怪人に帰す。栄えあるエッグマン帝国はそこから生まれいずるのじゃ。そして世界中のゴミどもはファントムルビーの力に恐怖し、ただひれ伏すのみ。貴様は、己許さんぞ。ほーほほほ、想定外のパワーじゃ。いいぞ、自分の天才ぶりが怖いぐらいじゃ。想定外ってことは計算が甘かったんじゃないの？むしろ失敗だよね。ほうほうほう、想定を超えてこそ天才、凡人どもには分からん境地じゃ。別次元から紛れ込んだ分際で生意気な。じゃがこのエッグドラグーンの戦闘力はまだ 10% しか落ちておらんぞ。絶対に嘘だね。嘘か本当かすぐに思い知らせてくれるわい。ソリソリカーソリソリカーソリカーソリカー、叩き潰しても自慢にもならん。いずれレジスタンス軍もろとも一網打尽にしてくれるわ。楽しみに待っておれ。どんなに抵抗しても対局は変わらん、哀れなやつよ。こうして貴様らと遊ぶのも最後かと思うと感慨深いの。きっちり3日後、わしの計画で貴様らは皆消滅するのじゃ。3日後、計画って。言ったらサプライズにならんわ。よく言うじゃろ、絶望を待つ苦痛は絶望そのものに勝ると。例えが難しすぎたかの。ほうほうほう、工場はピラミッドの中だ。新入りが無理そうなら援軍を送るぞ。ノーウェイ、俺たち
十分だぜ。ピンチの時こそ見せ場って言うだろ。こいつだっていいとこ見せてくれるさ。なあ行こう。さあ行くぜ。俺たちの力を合わせるんだ。目の前に何があったって怖くない。限界の壁を突き抜けて前に進むんだ。思った通りだ。俺たちのスピードとコンビネーションは最高だ。今は一気に突き抜けるぜ。いざ入り口を見つけたぜ。そこから工場の中に入れるはずよ。気をつけて。ワクワクするぜ。ここで兵器を作っているのか。みんなをロボット代わりに働かせやがって。エッグマンを捕まえたらこき使ってやる。